配信、そうだっけ、あれ昨日って、そっか、そう20何日だっけ、そう21から23ぐらいまで休んでて、昨日と一昨日もできなかったのかな、多分。そうだっけ、あれすいません、意外と8月できてなかった。え、でもそう、久しぶりにね、今日配信する前にフォロワーさんを見たら減ってたんですよ、また悲しい。ぜひフォローよろしくお願いします。テロップも書こう。そういえばね、リップを新しく買ったんですけど、なんか思ったよりもちょっとピンク寄りだった。なんか買ってみたんだけど、深みのあるような暗い、ちょっと暗めな大人っぽい色を使いたかったから買ってみたんだけど、なんか思ったよりもあれっていう、オレンジだと思うんだけど、オレンジだと思うんだけど、なんかね、唇に塗ったらピンクに近かったんだよね。リップだけで見ればだいぶオレンジに近いのに、なんでだろう。やほやほ、こんばんは。眉ポーズ、目が怖い。いや、あんまり今日調子良くない、顔の調子が良くないです。折れない、そう、20は配信したんだけど、そっか、その後ってしてないっけ、25、いや、した気がする、25とか記憶力がもう超問題。どうだっけ、でもそう、21から23はちょっとメールとかチャットとかも全部お休みして、で昨日とかも、昨日配信できなかった、なんかできなかった気がする、したっけ、なんかできなかった気がするから、そう、意外と久しぶりなのかもしれない。ルチュンとスモちゃんと、そう、オンラインやと、あー、ちょっと待ってね、ダメだ、ちょっともう記憶力が、なんでだろう、なんか記憶力が本当に悪くて、え、でもそう、なんかね、最近ハルチュンとスモちゃんとご飯行った、お腹空いてないけどなんかまあ家に行っても、家にいるよりいいかなと思って行った。お腹空いてなかったけど起きててよかった。そう、すいません、今日久しぶりにすごい遅い時間なんだよね。
卒業、あのリカさんの卒業公演もさせていただけるので、そのリハーサルも最近はやっております。可愛い花ちゃんの顔見ると幸せ。いや全然、今日本当に顔が死んでてなんだろうなんかね、最近顔の調子がいい日がないもん。光の当たりぐらい具合、いやでも、でも確かに実際で見る、実際はもうちょいここまでピンク売りではないような気がする。なんかアイシャドウがすごい配信だとよく発色してるから、その差もあるかもしれないけど、あ、花江がいちゃん大好き、嬉しい。そう、3期生みんないろいろそう知っていただきたいけど、私が一番だと嬉しいな。今日も難しい、そんなことないです、ないポーズ。花江と約束したから4期には流れない。本当ですか？でもそう、4期生ね、決まったらしいけど、どんな子たちがいるんだろう、全く知らないから、なんかどんな子がいるんだろうなって楽しみな反面、なんかまだまだ先輩になれるような立場というか、なんだろう、普通にダンスとか歌とかもそうだし、内面とかもそうだけど、なんか全然まだ先輩になれるようなね、本当に入ってくるのかなっていう、まだ実感がそんなに湧かないっていう。全然先輩になれるような、そこまで成長できてないから頑張らなきゃいけないっていう焦りもあるし、そう、真夏の全国さん、乃木坂さんのあの今日まで25からやってたんですけど、結構リハーサルとかで、あとおしゃべり会とかで見れない日も結構あったから、リピート配信がさあるので、またそこもね、なんかスケジュール入るかもしれないけど、もともと入ってる日もあるけど、リピート配信で見ようと思ってます。多分31は見れないだろうから、1日とかスケジュールなかったら見る予定。癒しの方が半端ない。本当ですか？なんかね、そう、ちょっと前から元気じゃなくて癒し路線に配信を、あの、なんていうの、方向転換、なんていうんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。そう、もうね、元気を与えるような配信は私には無理だって思ってしまったみんなもっともっと元気だから。こんばんは。21から23何もなかった時少し心配した。あー、ごめんなさい。そう、
あのね、ちょっとね、体調崩しちゃって、そう、久しぶりに、なんか結構リハーサルとかあってもチャットとかメールとかはできるだけ送るようにしてるから、メールもチャットも全部ないとそうなりますよね。ごめんなさい。でも全然今は元気です。割り勘、普通に割り勘で行くことが多いかな、メンバー同士だったら。そうだね、誕生日がなんとかしてる中での配信。そう、誕生日おめでとうございます。今日ですよね。おめでとうございます。ギリギリ、あと30分、一番最後に祝った人だ多分。こんばんは、花江ポーズ。あれどこ読んだっけ、分かんなくなってきた。花江ポーズ、花江は2番です。わざわざさ、そういうことを分かってても言ってこなくていいです。悲しい、ショック。花江好きだ。本当ですか。笑顔の花咲いてはありがとうございます。今日もとってもとっても可愛い。そんなことないです。誕生日寄りそうだから。そう、ごめんなさい、ギリギリ遅くなっちゃったけどさっき読みました。ねえ、15人合格したらしいですね。なんかね、ニュース、ネットニュース上がっててびっくり。でも花江さんって呼んでいただきます。北さんは嫌だ。でもそう、先輩後輩みたいなのが中学校以来だから楽しみだけど、え、こんな頼りない先輩いるって言われそうだし、なんかどんどん抜かされそうだしね、頑張んなきゃダメだなって思ってます。路線変更というかね、そう、ちょっと前でももうしばらくずっと元気路線じゃなくて癒し路線になりました。私がそこまでね、テンション高く配信できなかったから。はなにゃんが一番。はなにゃん冬眠してるよまだ。癒しでしかない。本当ですか。9月2日、そうオンライン、19歳最後なので、ぜひ19歳の私を最後に目を覚めてください。お腹鳴り始めてきちゃった。お腹すいた、やばい、うん、今日はお昼、早めのお昼を食べて、それからずっと食べてなくて、さっき本当にちょっとだけ食べたけどまだお腹が空いてるんだよね。9月2日っておしゃべり会の服装なんだっけ、なんだっけ、あった、あ、花にはあるじゃん。9月2日オンラインだ。ぜひたくさん話しましょう。そう、まだまだ暑いから、めちゃめちゃ暑いですよね、びっくりする。でも今日とかだったら雲とかがまだ、なんていうの、ピカピカの晴れよりはちょっと
雲が出て雨降ったりもしてたから、なんかちょっとマシになってきた感はあるけど、まだまだ全然暑い。なんか普通にテンション高かった日でも外出て暑すぎて泣いちゃう。テンション下がる、それだけで。でも今日本当にさ、雨降ってたせいでさ、サラサラの前髪だったのに最悪な前髪に一瞬でなっちゃって、てか天気予報見てなさすぎて傘持ってなくて最悪だった今日。この時期夏バテ、そう夏バテもね気をつけないといけない。でもそう暑いから、でもなんか冷たい果物とか食べやすくておすすめ。私はもう果物めっちゃ、まあ別に夏だからじゃないけどよく食べてるし、夏でも食べやすい。ねえねえ、ちょっと用意できてなくてごめんなさい。こんばんは、ひがななさいてありがとうございます。チュンから始まり離れておる、お、よかった。こんばんは。うん、ハルルンさんがいる。え、本当ですか。そう、私なんかの配信本当につまらないんですけど、来てくださってありがとうございます。でもどこで分かったんだろう、全然分かんない。寝る直前に夜食は、直前には食べないけどいつも遅めかも。結構なんか最近は夜遅めに帰ってくることが多くなっちゃったから、なんか自然と遅くなりがち。あと配信とかメールとかチャットとかも、そう時間までに送ろうってするとご飯よりもそっちを先に優先的にやっちゃうから、なんかねいつも遅くなりがち。でも寝るのも遅いから寝る直前にはなってない。じゃあ、2番でも服、でもそう前も言ったけど3期生みんなのことをもっと知ってほしいし、もっと応援していただけたらっていうことも本当に本音だから全然いいんですけどね。後輩ができることでいい刺激になってほしい。なんかね、どう公演とかどうなるんだろうっていうのもあるし、なんか頑張るのみだ。結論頑張るのみ。仕事中？パカ、待ってハート割れてる、なんで。こんばんは。元気路線、いや別にもともと元気路線だったわけじゃないよ、元気路線だったわけじゃないけど、その配信のなんていうのテーマというか、あれが皆さんに元気と笑顔をお届けしますって多分言ってた気がするんですよ、最初とかずっと。でも元気はもっと元気な子がたくさんいすぎて、私なんかじゃ元気を届けられてないなって思ったから、もともとなんていうの、元気すごい元気っていう路線ではない別に。まず声が全然大きくないし。花江ポーズこんばんは。9月2日別のアイドルのイベントだ。でもそう最近なんか
NGT だけじゃなくて他のアイドルの方も応援してて NGT も応援してますよっていう方がちょっと増えた。私を応援してくださる方だと結構いる気がする。久々オンライン行きます、嬉しい。やった、楽しみ。でもオンライン昨月2日さ、自分で決めた記憶がちょっともう忘れちゃったんだけど、ハナニャンがいるからメンタル整えておかないと。漫画喫茶、おお、この時間漫画喫茶すごい。そう、ぜひ、そう、フォロワーさんがねちょっとね減ってて悲しいので、ハッシュタグ、花エルームとかツイッターシェアとかで拡散してくださると嬉しいですお疲れ様です。後輩に3期生でショールームのフォロワー一番多いってとこ、これ、いやでもショールームのフォロワーってなんだろう、別に配信フォロワーさんはそう増やせるように頑張ろうって思って、一番は守りたいなって思ってるんだけど、配信だけで言ったら別に私よりも全然頑張ってる子いるし、毎日配信してる子も3人もいるし、なんか特別面白い配信ができてるわけでもないから、フォロワーさんが一番多いのは多いっていうのはなんだろうちょっとだけプラスになっても、別になんかねそこまでちょっとなんていうの、そう、そこまでなんか、怒れるってことではない気がする。下から2段目、発見できないかも、わかんない。でも見てくださってたなら本当に、私なんかの配信を見に来てくださってありがとうございます。こんばんは。順位はない、花絵には花絵しかない良さがある。本当ですか。3期生全員おしゃべり会ご挨拶行った、あ、確かに行ってましたね、行ってましたでもそう、なんか最近みんなもっと知ってほしいし、結果論頑張るのみ。はるかさん本当にいらっしゃるの、私の探し方の問題がわからないけど、違う、コメント欄でね見えないところがあるからあれなんだけど、なんでだろう、私なんかの配信ありがとうございます。こんな本当に大した話をしてない雑談なんですけど、哀愁をお届け、哀愁をお届け、なんかそれちょっと悲しくない、暗い感じがしちゃう。そんな暗い配信にしたいわけではないんだけどね。こんばんは。元気も笑顔も癒しもたくさんもらってます。優しい、ありがとうございます。花にゃんはね、そう、恥ずかしい、なんとか語尾がにゃんつけなきゃいけなくなったんですよ。なんかいつからなったんだっけ、なんかねショールームのイベントかなんかでそうなってそう、どんどんメンタルが削れていくので、そう、それもオンラインだと特にさ、周りにもね3期とかみんながいる中でね、一人にゃんとか言ってたらさ、めっちゃ恥ずかしいから、どんどん恥ずかしさでメンタルが削れていくので
後輩からなんて呼ばれたい、花江さんでシンプルに。でも北さんは嫌だ。こんばんは、花江ポーズ。前に毎日配信してルアちゃんルームに行ってます。でもそう、ルアちゃんとかハルチュンとかユナちゃんとかすごいなって思う。私は絶対に無理だから、最初から毎日配信は無理ですって言ってる。できるだけ毎日配信がモットーだから。花ちゃんの配信が一番癒されます。本当に。なんか今すごい花火のクマみたいなの上がってた。すごい。こんばんは。ちょっと待って、これってコメント溜まってるのかな。全然そこまで追いついてない。あら、ごめんなさい、ちょっと多分追いつくと思う。よいしょ。で離れない、離れない。でも離れないって言って離れる方たくさん見てきたからな。9月24日東京初花江ちゃん。お、初。嬉しい。9月24。そうなの、違う、24。20歳になってから初めての喋り会だから、ぜひ会いに来てほしいなっていう、一番おすすめしてたブーっと日にちで、生誕 T シャツのおそろも24が初めてだから、結構そう、生誕 T シャツはね、自分で頑張ったって言えるぐらい時間をかけて考えたから、皆さんが見てる姿を早く見たいし、自分自身も早く着たいしとか言って、24届いてなかったらごめんなさい。私が結構生誕 T シャツのデザインの、なんていうの、一回出してからの直しみたいなやつを出すのが遅かったから、私のせいでちょっと届くのが遅くなっちゃうかもしれないのが申し訳ないわ。でもきっと届くと思う。思う。もし届いてなかったら申し訳ないな。こんばんは。はるるんさん、やっぱいるの。びっくり、本当に。なんか見ていただいてると思うとちょっと緊張する。82ぐらいにいた。そう、3期生の話題をたくさん作りたいし、なんかこの前誰だっけ、夏希ちゃんとかかなと話してたのは、3期生でフェスに1回、アイドライズさんのフェスに出させていただいたんですけど、また3期生でなんかそういうフェスだったりそういうのに出れたらいいなっていうのを話してて、そう、やっぱり4期生も入ってくるから、3期生としてね、もっと活躍していきたいなって思うので、もちろん私のことは一番で言ってほしいんですけど、みんなのことももっともっと知って、もっともっと応援していただきたいです。花江ちゃんが可愛いから押したい。そんな、ありがとうございます。もっともっと可愛い子たくさんいるんですけど、私なんかでよき、ぜひ。
メント欄のせいでアバターが隠れちゃって全然見つけられないけど、そう、東京は流通センターっていう場所です。あ、やっと追いついた、クマさんの花火これだ。9月9日は花井さんの誕生日です。皆様拡散お願いします。ケンジさんありがとうございます。でも花火すごかった。花火したい。でも話に夢中になるとニャン忘れて話してる。確かにそう、ニャン忘れちゃってあーってなって、だいたいごめんなさいニャンつってるごめんなさいニャンっていうのは結構言ってる気がするなんか気づいてごめん、そう、でもごめんなさいニャンつって なんかまた話してる間で話に夢中になるとまたニャンが外れてはっってなる。ダメだ、なんか今日も日本語がおかしいなんかあんまり喋れてない。こんばんは。24日初お酒の感想、そうですね、24までに今のところは飲む予定はないですね。わかんない。もしかしたらなんか、おばあちゃんとかに会えたら、せっかくだからちょっと飲んでみたらってなったら飲むかもしれないけど、今のところは全く飲む予定がない。でも会えるかもわかんないし。で、おばあちゃん本当にずっと会えてなくて。親戚の食事会みたいなやつ。もう一年半参加できてない。そう、セーターティーぜひ届いたら忘れずに持ってきてくださいNGT の癒しタンド、そうかな、ありがとうございます。はるかさん本当にいらっしゃるんですか。全然すいません、私の探し方がわからなすぎてわからないんですけど、本当にこんな配信に来てくださってありがとうございます。 IT さん、HKT さんの、そう、なんか他の48グループの方々とこうお会いして一緒に何かするお仕事があんまりないから、そういうのもまたあるといいなとか、フェスにまた出れたらお会いしたいなって思ってるんですけど、はるちゃんのお家に泊まりに行かないと3期生全員泊めたいらしい。すごっ、3期生全員止めたい。全然行くけど、すごい、なんか自分から止めたいって言えるのがすごい。いや、そのなんていうの、悪い意味じゃなくて、私の場合は逆に本当にあの誰も3期生自分の家に呼びたくない。3期生だからとかじゃなくて、できるだけ人を家に呼びたくないから泊まるとか以前に、なんか自分の家というか部屋が、そう、全然綺麗じゃないし、なんかなんていうの、なんかね、本当にねなんかみんな結構女子の部屋って家具統一されてたり色統一されてたりするけど、
全然そんなことないし。なんかね、私は本当にあんまり家に人呼びたくないタイプの人だから。え、でも全然はるちゃんの家は行きたい。ねえねえ、ちょっと今日泳いできてなくてごめんなさい。長岡の花火大会すごかった。うん、そう、行きたかったんだけど。長岡はなんだっけ、あ、そう、コンサートのリハーサル中だったからね、全然無理だった。でも私のおばあちゃんと、お姉さんというかおばさんというか、おばさんになるのかな、は言ってたけど、この活動してること言ってないから、ばったり新潟で会わないといいなって思ってた。こんばんは。今日めっちゃ可愛い。そんなことないです。そう、親もね飲まないから、私も飲まないし、絶対弱いから、の飲んだ飲むことが多分めったにないと思うし、飲んだ酔った姿は お見せするときはないと思う。弱すぎて酔ったら何言ってるか分からなくなっちゃいそうだし。はるかさんの食画像ポストしときますね。見ます、ありがとうございます。もう5人止めてる。おー、すごっ。もう半分じゃん。じゃあ行きたい、泊まりたい。まだ全然お泊まり会というのは私は3期とはしたことがない。本当にすごく楽しく癒される配信、優しい。ありがとうございます。50分、あー、やばい、時間が。でもコメントこれバーって読んでいって最新にたどり着けばちょうどいいくらいかな。素晴らしい配信ですよ。優しい。自信持ってね。残り時間10分切ったから報告してくる。ありがとうございます。ちょっと時間気をつけますね。活動知らないわけがない。いや、でもね、絶対知らない。なんだろう、親戚関係には全く言ってなくて、関係というか親戚の皆さんには言ってなくて、で、気づいてたら絶対言われるはずだし、今でも普通に花江ちゃんどう、大学どうって、親が聞かれてる。親が、私は行けなくてもお母さんとかがいた時に聞かれてるから、全然バレてないというか、なんだろう、私の周りの親戚とかにはアイドルとかにあんまり詳しい方がいないし、そう、あんまりね、多分アイドルとか全然知らないっていうのもあると思うけど、だって結構前だけど、中学生ぐらいの時に、中学生か高校生ぐらいの時に、おばさん、お姉さんがアスカさんを知らなくて、斉藤アスカさんを本当にあんまりアイドルとか好きな方がいないんだよね、親戚に。それもあるのと、新潟の近くの都道府県に住んでる親戚がいないっていうのもあると思うけど、バレてないです。めっちゃ強いか。いや、絶対ね、ない。アルパチテストもう真っ赤っかだった。
活動してるの知らない親戚もいたというか、親戚全員知らない本当にお母さんとお父さんだけ。花江ちゃんの家からリカちゃん大震とかあったらもね、私の家からはな、ないだろうな。本当に自分の家が綺麗じゃないし、めったに人を呼ばない。55分だ、まずい。ダニ読みをします。ごめんなさい、ダニ読みします。ちょっと待ってね。誕生日をバーってやって終わったら読めてないコメント読みます。1位9月9日花江さんの誕生日です。皆様拡散お願いします。さん、ケンジさん、ありがとうございます。2位花花さん、花江しかありがとうございます。クマ、こっちだけて、いやこっちだ、ありがとうございます。3位鋼の牛スターブさん、ありがとうございます。4位コミュニストさん、花江の夫、花江しか、花江公認だってなありがとうございます。どうしようかな、指ハート。5位サンソンさん、ありがとうございます。猫。6位キミトさん、花江しか嬉しい、ありがとうございます。花江ポーズ。57、7位量産型パンダの帝王さん名前が変わってる。あ、量産型リコ見てましょう私。うさぎ。8位ヨッシーさん、ありがとうございます。小顔ポーズ。9位フロゴルファーさん、ありがとうございます。ダダンポーズ。10位ブンさん、ありがとうございます。11位しめじじさん、ありがとうございます。どうしよう。じゃあ12位ワンワンさん、ありがとうございます。あと何がある、ピースしてないね。13位 JJ かっこ鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。あとなんだろう、なんだっけ、あとなんか全部やり尽くしちゃった気がするありがとうございます。ということで読めたかな。あ、なんか順位変わったかもしれないちょっと待ってね。10位ヒンジさん、読んでないと思う、ありがとうございます。どうしよう、あと何やったっけ、ちょっともうポーズが出てこない。あ、けれいいし、ありがとうございました。こんばんは、すいません、もうねあとね2分ぐらいで終わっちゃうんだけど、ありがとうございました。花江ポーズ。あの量産型リコっていう、あの与田祐希さんが出てらっしゃるドラマを見てます。でもね意外とねちょっとね今期コンサートとかもあって全然ドラマ見れてなくて、ビバンとはコンサート終わってから見始めて、量産型リコと2つしか見れてない。最近大好き
ギブバース。オフラインに親戚来たらさすがにびっくりする。そうバレたらね、そう売れてバレたらハッピーエンドというかいいかなと思うんだけど、あ、時間が、おやすみな。